十条寺の乱の後、力を得たのは清涼の豪族董卓であった。帝を手中に収めた彼はその意向を利用して天聖の頂点に立つ。だが棒を持ってその座を得た董卓は猜疑と不安にとらわれる。いずれ同じく棒を持って己を廃する者が現れるのではないか。董卓は一計を案じると諸侯に対し武術大会の不礼を発した。催しにかこつけ強者を皆殺しにすれば己の立場は安泰となる。思い描く凄惨な絵図に憶そえむ董卓。一方彼の計画とは別にもう一つの大きな思惑が動いていた。さまざまな思いが交錯する中、都へと集う英傑たち。果たして董卓は居並ぶ強者を打ち倒すことができるか。武と暴と邪智と信望とを飲み込み、今戦いの幕が上がる。この途中へ目指すは主人に来るよ。これよ、武術大会を開催する。みんな日頃の研鑽の成果を朕に見せてみよう。大会に集まったアホどもは皆殺しよ。リジュよ、準備が整ったら放棄するのじゃ。承知いたしました。では私は準備に移ります。いざ尋常に勝負。勝負を所望する。覚悟せよ、董卓。何じゃと。
断ではわしの権威が台無しだ。やはりこの道を来たか。さあかかれ。その首もらい受ける。いざ。手放しませんぞ。皆殺しじゃ。帝を庇護する
を中するも赤炉の宇宙おのれアホどもが小尺だ。まとめてあの世に送ってやるわ。小猛徳の前に立つならば撃つのみよ。私は素晴らしき仲間に囲まれている。ただ一人で来るお前に負けはしない。稲殺しじゃ。金大義である。金からの褒美を受け取るがよい。